우선 그 변호사님의 신원을 잠깐 확인을 좀 하겠습니다. 자기소개를 간단하게 해주십시오. 内野茂です。 東京都新宿区四谷弁護士をしております。 チョンミョンジャの夫です。 一番最初にですね、なぜそれを手紙を出したかということについてお話したいと思います。去年の9月のことですけれども、私の妻ニョンジャがですね、9月11日から12日にかけて、洲本の兵庫県の方ですけれども、洲本に行っております。 その時に私が電話をかけた際に、ちょっと不審な動きがあったものですから、私の方でいろいろ調べてみました。 11日の夜に電話したところ、午後9時ぐらいですけれども、温泉から出てきたところで後に電話すると、いう話でした。で、その後電話が通じないもんですから、9月12日の朝一番で電話を入れて、どこにいるんだという話をしたら、銭湯みたいな温泉に行っていたと。で、旅館ではないと。で、じゃあどこなのだという聞いたら、湯泉だと。湯泉という言葉を 言ったんですね。で、その場はそれで終わったんですけれども、で、当日9月12日の午前11時ぐらいに電話をしたところ、あと少しで大阪に着く、あと電話するという話でしたけど、その後連絡が取れない状況になりました。で、調べた結果、兵庫県のホテルですけれども、そこにキム・ジェチルと、キム・ジェチル社長と泊まっているのではないかということが分かりました。 キム・ジェチル社長の宿泊カードが手に入りまして、その中にキム・ジェチル社長が泊まっていると。それから、その中、その記載の中に、キム・ジェチル氏の電話番号と、それから私の妻の持っている携帯の電話番号が入りました。で、これを見て、さらに電話の記録とかそういうものを取り寄せました。 で、そうしますと、彼女の言っていたことがおかしいということで、おそらくキム・ジェチル氏と何らかの関係があるのではないかということを確信を得たんです。3回送ってましたけども、キム・ジェチル社長からは何にも返事がありませんでした。で、一応、私とすれば、キム・ジェチル社長の釈明を欲しかったんですが、具体的な私に対する回答は一切ありませんでした。 김재철 사장은 회사측의 보도자료를 통해서 아마 이제 우리 우춘호 선생님께서 인터넷으로 봤다라고 하는 그 내용일 겁니다. 단지 11일 날, 9월 11일 날 정명자 씨로부터 휴대폰을 빌려서 숙박부의 번호를 기록했고 그 다음에 9월 12일 날 그 해당 전화를 일본에 있는 지인을 통해서 다시 정 씨에게 반납을 했다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 본인은 11일부터 12일까지 결국은 정명자 씨의 전화를 본인이 갖고 있었다라고 하는 건데. 네, 그런 이모토도이테, 彼女の 전화의 履歴を 調べました. それが これになります. 9月 11日から 12日までの 기록이 あるんですが, この中で, これは息子に対する電話. 全部で3回、それからですね、私に対しても電話が入ってきてます。で、その他にこの泊まった場所のホテル夢千景、そこに2度電話が入ってます。で、これ以外、あと2度ほどあるんですが、これはいわゆる彼女が使っているカード会社に電話をしたものであって、これ以外に他にどっか電話したと。 いうような記録は一切残されておりません。だから、MBCの社長のキム社長がなぜこの電話を借りて、一体どこへ連絡したのか、まずそういうことを教えてもらいたい。だから彼の言ってる話は全く嘘だというふうに私は理解しております。 イム選挙に行って、で、担当であった中井さん、中の仕事をいろいろやってくれる方ですけども、 中井さんに会って、この二人がどういう人だったかということを確認してきました。で、この方が確認してくれたのが、この写真です。で、この方が中井さんですけれども、
この2人が泊まったということで、確認してくれました。その時の録音もあるようですけれども、その録音のコピーももらっております。ですから、キム・ジェッチェル社長がここに泊まってないということはありえないというふうに思っています。あ、マスカーどうでしょうか。分かりました。これ見たら分かりましたわ。分かった。分かりました。この奥様がちょっと印象的。舞踊家の先生なんです。あ、なんかそんな話してました。あんな話聞いてはすごいですね。キムチが一番好きなんです。なんかそのいつも見たことない、なんか袋入りの、で朝は朝でまた夜ご飯持って帰って、また朝同じような袋。私とすればね、この夢千景、相撲の夢千景で十分だと思ってるんですよね。で、こういう形で2人で泊まったということが確認できてるわけだから、それ以外くらい調べてみても、その追加のものを出しても始まらないわけですよ。もうこれで十分で、その他のものをいくら出してきたって、もうそういう意味では気分が悪いだけでね、うん、それ以上のことをやらなくてももうはっきりしてるというふうに私は思ってますよ。10年ぐらい前の段階で基本的な踊りの軸足をソウルに移した。で、そうすることによって多分キム・ジェッチョルがどっかの時点で、おそらく私は 7,8 年じゃないかなと思ってるんだけど、いろいろ思い出してみてね、 7,8 年じゃないかと思うんだから、その頃から結構援助した。그김재철사장과정명자씨가부동산을함께매수하기도하고하는등최근몇년사이에정명자씨소유의부동산이급증한것으로파악이좀되고있습니다혹시이런부동산의구입이나이 관계에있어서남편되시는우리우치노시게루씨와상의를한다든지논의를한다든지하는것이있었었는지요私は彼女がどんな不動産を持っているかについては全く知りませんでした。で、当然相談もありません。で、もともとキルムに住んでるんですが、そこの関係は、買うときについては当然知ってました。で、その後で、住居を移したということも知りませんでしたし、それから今現在別のところにもう一つ買っているようですけれども、それも知りませんでした。で、もちろん地方に3つ買ったとか買わないとかっていう話がありますけれども、それについても相談がないし、私とすれば一切知らなかった。今回のことがあって分かってびっくりしたと。随分すごい不動産持ってるなという感じはありますよね。そんな簡単に買えるものではないですからね。それからもう一つ、お兄さん孫波氏の件ですけれども、孫波氏に関しては私は非常に疎遠にしてましたので、彼がなぜ MBC の、その特派員に選ばれたのかはよく分かりません。ただ少なくとも私が知っている範囲では、彼は MBC の特派員としてふさわしいとは私自身は思っておりません。もうそれは彼が放送関係についてたということについては聞いたことないです。だから、まあそれと、まあインターネットにも出てましたけれども、彼に刑事事件の経歴があるということについては私も知ってましたので、まあ決して特派員としてふさわしいかと言われれば、それはふさわしいとは言えないということになると思いますね。家族と親しいということから言うとですね、今回問題になった後、ヨンジャとソンナミ氏と、それからお母さんとキム・ジェッチョル氏がアンバサダーホテルで会ってます。で、これは、まあ、あるところかにお願いして撮ってもらった写真ですけれども、こういう写真があります。普通これだけインターネットで騒がれれば当然会わないようにすると思うんですね。
まあそういう意味では問題になってあとなおかつこういうふうに会うということに関してはやっぱそれなりに親しい関係でなければありえないと。私とすれば、まあ、今回いろいろ問題になって、いろいろ聞いてます、まあ、聞きたくない話もいっぱい出てますね。要するにキム・ジェチョル氏の日本への出国記録入国記録を取りました。情報とすればもっともっと厳しいものがありますよ彼にとって、ただ今現段階で私とすればそこまでを出す話ではない。だから彼の状況次第ではそういうものを出してもいいとは思ってますけどね。NBC と NBC という公的放送機関とそれからそこの社長としてのキム・ジェッチョル氏がいやどうなるのかとどうあるべきなのかという問題なんで、私の部分は非常に個人的な話なんですよね。だからそこら辺をなんていうかな取り違えちゃいけないっていうのかな、もっとこういう単なる男と女の関係という形で賠償化するんじゃなくてね、じゃあ彼自身がこうやってきたことについてじゃあ NBC の社長としてそれがふさわしいのかどうかとそれでいいのかという形で問いかけるべきだろうと思いますよ。ゆくさんもそうでしょ。だってあれだってじゃあジェッチョルさんあなたが個人でやりなさいよって言ったら無理でしょ。でもあれもキム・ジェッチョルが社長という立場 NBC の社長という立場でお金を集めたから集まったんですよ。あれ彼が個人でやったら集まらないですよね。彼はおそらく NBC 自身の金は使ってないというのかもしれないんだな。ポスコとか他からねお金持ってきてるから。ただそれは一回 NBC に入れてるわけで、彼が NBC の社長でなければおそらくポスコだってお金を出さないだろうし他もお金を出さないだろう。だからそういうとこをどう見るのかってことですよ。 NBC、うん、MBC 김재철 문화방송 사태를 지금 다루고 있습니다. 국회에서 국회 청문회에 혹시나 전하고 싶으신 말씀 있으시면 해주시면 좋겠습니다. 要は私と김재철氏と明者の関係っていうのはごく一部なんですね。だから問題は彼自身が MBC の社長としてふさわしいのかふさわしくないのか、そこが争われているわけで。その問題の中の一つの事実関係というのかなを証明する資料になるわけで、この問題だけじゃなくて全体を見て彼がふさわしいのかどうかということなんですね。まあ、今回の件いろいろ客観的に見れば MC の社長キム・ジェッチョル氏は MC の社長を辞める以外にはないというふうに思っています。